ずっこけ場面1お酒の酔っ払いはどこまでも陽気になりますええ今日は若春のことでございますから何か春めいたお話を一席お邪魔をいたしまして「ずっこけ」というお酒のお噂を申し上げますどうもこのお酒というものは誠にご陽気のもので 倉庫は新年宴会などがだいぶ諸々にございますがまず花にお茶が出るお菓子が出ましてそれからお酒というので御酒が回ってまいりますとまことに活発にお陽気におなり遊ばして「いやあお酒好きちょうだいよご返杯というので直をずっと放ると また向こうで「いや」とこれを受け取るというのでもう直が座敷中をあっちこっち回っているそのうちにはだんだん激しくなっておしの入っているやつを放って放遊の紋付きの羽織におしがかかる何かかってもおしの上ではブレーコーということで少しぐらいの失礼は 互いに免じあって酒の上だから仕方がないと言ってしまえるが甘いものだとどうもそうはいきませんなこないだ脇でアンコロ会という会があってアンコロ餅の食いかけが飛んできて顔中あんだらけになった中というのがありますがどうもお色気がないしかしまたこれでお茶を一休せんじて ちょっと無しようかんに越後屋さんのカステラが出るなどはあっさりとしていてまた結構でげすがどうも甘いものの席ではちょっと姉さんの膝に手をつくなんてことはできませんお酒の方だとちょっとぐらい冗談をしても夕べはお酒の上だから仕方がないどんなことをしたかちょっとも知らなかったこう夢中で など内心承知で口説いたり何かしてもお酒のせいにしてごまかしがきくがこれがアンコロを食べ過ぎてゆで小豆を15杯に安倍皮を3本食べた上にお汁粉を3膳にぜんざいを2膳食べてお腹が膨れて女の子に冗談を言ってはじかれて翌日になってから「ほんとにお前さん 「うう少し甘いものをいただいたものだからついたわむれましたよ」なかとおくびをしながら言い訳をしても「どうもこれは言い訳にはなりませんな」そこへ行くとお主はご陽気でございまして「実にこのくらい結構のものはございません」。の立てる蔵はなし 進化はシンボリい続きといってお主を商ううちはみんな王宮ですそれでもって自然どうしても宴会はお主が大戦でお主がなかった日には何も面白いこともおかしいこともない何でもかでもお主に限る酒でなければ夜も日もあけんというくらいのものだがしかしこのお主がまた 人が酒を飲んでいるうちはいいが酒の方が人を飲むようになった日にゃあまり言いいわけのものではありません。中には親父さんもお主かなれば息子さんもお酒飲みで両方で年中酔っているというのも困ります。せがれやせがれ。へえ。どうも実にお前はどうも。 しかし酔っていては困るねえー、えー、なんだい一体お前はどうも俺の後を取ろうという長男ではないかええー、それがどうも俺の前で顔が七つにも八つにも見えてそんなに俺の目に見えるやつは信頼が渡されない なにこんなぐるぐる回るうちはもらってもしようがない」とこう両方酔っていては実にしかたがない。若春などはどなたも塗装機嫌で表をぶらぶら歩きながらごちそうになってひょろひょろと千鳥足で歩いているのはいいが居酒屋のしょうゆだる腰掛けで どう知らずに飲んでいるのは随分困るわけのもので、そうなるといくら飲んでもキリがない。クマおう、番頭さん、番頭さん。へえ。へえもええもねえが、のう、番頭さん。俺はお前のところで、 今朝から飲み続けに酒を飲んでるがいつも繁盛だのへえありがとうございます。お前がところはなんでも居酒屋で実にどうも評判のうちだのそして番頭さんお前は実に関心だよ。えらい。何エロうございます。 何があってかにがあって実にどうも驚いたね全体なりがいいねかきその着物にコンコクラに一本どっこの帯を締めてたすきをかけてそこで一生と言ってるところの様子がうれしいねこうやってしょうゆだるの吹き込んだところへ腰をかけて 皆さんのお邪魔をして誠にどうもお気の毒様見たようだけれどもこれがねどうも酒飲みの癖でしかたがない初春早々いい心持ちによって本当にありがたいねねえ番頭さんちょいと番頭さん番長皿屋敷 おばけ番頭さんどうかもう一本つけておくれ親方あまり長くなりますから一旦勘定をしていただいてまたどうか願いますそれがね番頭さんお前の命だが実は勘定をしたいんだついてお前に いいろろ話がしてんだへえなんですまあちょっとここへ来ねお前は一体月給はいくらとるへえ私はほんのわずかで一円ずつ主人からもらっておりますうーん一円がてんがつかんてぐらいのものだ ままことにすまないが、同じ俺もこうやって日本の地に生まれて大和魂というので神のお末という九百万失海慶慶市民同権の世の中で俺もお前も家族様もこの説は同じで互いに助け合うというなそこが の情愛だ、えー、番頭さんまことにすまねえ。ひつお前の給金を1月分貸したいね。へえ俺がお前から円んすると思いね。この勘定はいくらだ四十八銭頂戴いたします。 四十八銭。五十銭で二銭の釣りが来るだろう。それだから、一円借りて四十八銭の勘定をきれいに済まして、五十二銭を俺が借りて、この矢をずっと出ると思いね。お前、俺の家をどこだか知るめ。ええ、存じません。それだから、もう俺が、 お前のところへ来ないやそれじゃあ困ります場面2へ続く